皆さんこんにちは、ペソでございます。猫姉妹とね、イニシエ武将で遊ぶ三国志イレブン、続きやっていきましょう。お呼び。あと誰がいたっけ。これは完成してる。なんなりと。は。なんなりと。攻撃。および。攻撃。ああ。くれ。なんなりと。遅れるな。は。宝石放て。は。全速前進。およびで。進め。は。遅れるな。は。かかれ。は。かかれ。まあこんなもんだね。あ、いや、武装はいいわ。海、
兵士だけ。32万円か、17万持っていけばいいか。承知。よし、これで回しちゃいましょうか。あ、やっぱ金魚と生徒は放て撃て主導だ上がれいや撃て撃て行けおー突っ込めおお。わー困った。何なりと。それ。は。かかれ。は。かかれ。援護せよ。何なりと。はっ。 これで撃たない。
承知。何なりと。承知。さあ、こんなもんかな。お呼びで。それ。はっ。それ。うん、まだ調査員さん、あら。なかなか取れんね。ああ、厳しいな。何なりと。承知。まあこれでまあしましょうか。よしよし。はっ。
あら、失敗した。はっ、これでも食らえ。あっ、宝石始め。および、食らえ。なんなりと、ほら。立てよ、なんなりと、かかれい。はっ、攻撃。おお、リョクちゃんを捕らえた。はっ、放てい。およびで、それ。こんだけ、うん、やっとけばね。承知。もうちょっとね、カーンさんらに活躍の場を与えてあげたいなという思いがあるので、出ましょう。あ、でもリュウビさん戻ってきてないわ。
ここめっちゃくちゃ落ちてて、承知。そうね、まあこれぐらいかな。適正もええないしね。で、長安からメンバー落ち着いたら、主要メンバーね、上陽の方に行かせて、遠攻めをやってみようかなというところですね。
ではね、今回はここで終わりにさせてください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。